はい。はい。いくつか考えが。リンゼの宝物について。リンゼのそばにいてくれる人。支えてくれる人。新しい仲間、良き話題かと。素晴らしい仲間との出会いは、リンゼも活動の励みに。はい、それでしたら、今のリンゼは翼プロでの経験があってこそ。それが旬のリンゼでしたら、はい、お話を。呉服屋を営んでおり、代々継いできた家業。プロデューサー様がおっしゃるなら。